矢田部敦史と佐々木千秋のファントレタイム。皆様はじめまして、マーケティングコンサルタントの矢田部敦史です。皆さんこんばんは、女優の佐々木千秋です。さて、先月から始まりましたファントレタイム。このファントレタイムはファン、つまり楽しいことをトレード、みんなで交換したり持ち寄っていこうという思いが詰まったタイトルになっております。まだまだ緊張しておりますが、少しでも皆さんに楽しんでもらえるよう頑張っていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。この番組は動画集客コンサルティング事業の第一人者のお一人、今コンサルティング業界で注目を集めている矢田部敦史さんが、トレンド研究、独自のウォッチムーブメント理論、マーケティングの処方などについて、身近なテーマを扱いながら分かりやすく解説していこうという番組です。そして私、佐々木千秋も一応マーケティング初心者代表としまして、ラジオを聴きの皆さんと一緒に勉強していければと考えておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、マーケティングというのは基本的に消費者、いわゆるラジオをお聴きの皆さんとの共存の上に成り立っていると思っておりますので、どうか肩の力をね、抜いてお聴きいただいて、普段の生活の中でもマーケティングというものを考えるきっかけにですね、なっていただければと思っております。はい、それではですね、まずは矢田部敦史さんの略歴をご紹介させていただきます。矢田部敦史さんは栃木県のご出身で、2011年東京大学大学院理学系研究科をご卒業後、大手外資系メーカーに就職され、海外の輸出入分野に携わられました。その後2013年にファントレ株式会社を創立。海外のウェブマーケティングやソーシャルメディアを研究し、有料顧客が自然と集まるウェブ戦略の仕組み化コンサルティングを開発。動画とソーシャルメディアによる独自のマーケティング理論で、これまで多業種にわたり約300社以上のウェブマーケティングのコンサルティングに携わっていらっしゃいます。また現在は会社経営とともに美容院、保育園経営なども手掛けられ、今コンサルティング業界ではその若さとアグレッシブな経営手腕で注目を集めている社長のお一人です。そしてこの番組ではですね、初回のオープニングからご紹介させていただいておりましたが、実は矢田部さん、なかなかのイケメンであると同時に、大好きなお嬢さんがお二人いらっしゃるイクメンでもいらっしゃいます。ありがとうございます、はい、毎回このご紹介の最後の部分だけ違和感と申しますか恥ずかしいところがあるんですが、それでは私と番組を進行していく千秋さんも自己紹介をお願いいたします。かしこまりました。改めまして、私佐々木千秋と申します。日頃はドラマや映画に出演させていただいておりますほか、現在佐藤製薬様、リゾン様ほか CM をはじめ、ここ市川うらら FM さんでこの番組のほかに、言霊アラカルト、愛され召し上がれという番組でもレギュラーパーソナリティとして出演させていただいております。皆様どうぞよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではまずはじめのコーナーは、今月のイクメンリポートのコーナー。すごいすごいタイトルですね、はい、そうですね、楽しみですね。はい、このコーナーはなんですが、オープニングでもお伝えいたしました通り、今流行りと申しますか、子どもたちの人気の職業の一つにもなった、はい、いわゆる IT 社長の矢田部さんがですね、はい、実は世の IT 社長の皆さんとは違い、ご結婚されておられ、子どもさんもお二人、その上きちんとお二人のお嬢さんの保育園の通園など、ね、子どもさんの世話を焼くと申しますか、いわゆるイクメンとしても頑張っていらっしゃる姿をリポートしていこうと考えられたコーナーです。それ言います矢田部さん、いかがですか。はい、すごい大層なご紹介だったんですが、はい、家事はもちろん育児も男女問わず、やはりお互いの責任と申しますか、自分としては当たり前のことを普通にやっているだけといえば、そうなんですが、はい、そうなんですね。その普通のことをですね、できないっていうのが、世の男性と申しますか、そもそもね、個人的にはイクメンという言葉にも正直私自身は違和感があるんですよね。違和感が、はい、家事も含めて、そして男女問わずに、千秋さん失礼いたしました。とにかく私の場合は、はい、奥さんとの理解と協力もあって、おかげさまで仕事を頑張らせていただいているので、はい、なんとか家事や育児もできる範囲で、頑張っていければなと考えております。ちなみにお嬢さんお二人いらっしゃるということなんですが、はいはい、おいくつなんですか。はい、上の娘が5歳で、はい、下の娘が2歳なんですね。あ、かわいいですよね。かわいいですね。あらまあ、はい、先日も、はい、おひな祭りで、
はい、おひな祭り、はいはい、ひな祭りの飾り物をしてですね、2人にちょっとエプロンみたいなドレスみたいなのを着せて、はい、両側に並ばせて写真を撮るんですが、はい、もう容量が足りないぐらい撮っちゃうんですね、やっぱね、写真をね、あ、カメラロールいっぱいになっちゃうくらいに、いっぱいになっちゃって、で今の子供たちすごいのは、はい、その撮った写真を見せてくれと、2歳と5歳の娘がチェック入るんですね。チェック入るんですでこれは可愛くないからダメだと、もう一回撮れと、すごい、いうような形で仲間からされてですね、はい、もうずっと写真撮ってましたね、はい、いやーすごいですね、娘さん、はい、しっかりしてますね。しっかり、もうそうですね、やっぱりもう自分は、まあ、女子と言いますか、可愛く映るためにはどうすればいいんだってことをですねもう2歳から考えるというすごい、なかなか、もしかしてうちの子はものすごく頭がいいんじゃないかってこう思っちゃいますよね。これ皆さんあると思うんですけど、はい、自分の娘が一番可愛いですし、頭がいいんじゃないかなとか考えますよね、きっと ね、 こ う、 ね、こういう風にちょっと親バカになってしまうのかなと思いながら楽しませていただいてます。なんかその実際は女の子と男の子ってまたこうね、 お子さんでもちょっと違うなんていう話も聞いたりするんですけれども、はいはい、まああのね、女の子2人ということ で、 で、ね、はい、お父さん標的になったりしませんか？まだしないですか？ですね、はい、これはもうずっと女の子が生まれた時から怖いのは、はい、やっぱりお父さん嫌いとかねお父さん臭いとか、はい、そうですね、そういったことを言われるんじゃないかという不安は常にあるんですけど、実際5歳の子はもう今でもお父さん臭いとか言うんですね。そうなんですか？はい、もう酒臭いとか。あ、でも言われてみて思ったのは、はい、全然嫌じゃないですね。あ、そうなんですか？臭いけど抱きつくっていう、もう可愛いからもう何でも OK ということですね。なるほど、ね、あのきっと、ね、矢田部さんってこう招き子スーツ着て、はい、ね、社員ファントレさんのね社員の方とかこうシュッとしたイメージでね、うんうん、思ってらっしゃると思うんですけど、お子さんを前にしたら結構デレデレですか？デレデレで本当ですね、お父さんリモコン取ってみたいな、はい、これはもう教育上やっぱり自分で取らせようと思いながらも取ってあげちゃったり ね、 ね、あ、ね、甘くなっちゃいますよね、はい、だって可愛いですもん、はい、へ、でもやはりですね、はい、まあ、とは言ってもしっかり育ってほしいので、努力すれば、はい、しっかりね自分のなりたいものになれるし、頑張れば必ずできる、全てできることだからということをですね、はい、言い続けて言い続けて、育てているような感じになってます。じゃあ将来はきっと矢田部さん、ね、お父さんに人生相談するっていうこともね、うん、増えてくるかもしれませんね、はい、うん、あとやっぱりそういうことを言って育てているとですね、はい、例えば僕が、あ、お父さん失敗しちゃったなとか、うん、お父さんこれダメだったなって言うと、ダメじゃないよ、お父さんできてるよ、すごいすごいって言ってくれるようにもうすごい5歳の娘にですね応援をされながらそうなんですね、はい、生活を過ごしております。なんか羨ましいな、まあね、そんな矢田部さんがですね、はい、普段どれだけ家事や育児にプチ奮闘されていらっしゃるか、次回からで特に育児についてですね、いろいろ掘り下げて聞いていきたいと思っております。はい、はい、ちょっと次回に向けていつも以上に頑張るようにしておきますのではい、ぜひそうしてください。はい、以上、今月のイクメンリポートのコーナーでした。続いてのコーナーは音楽玉手箱。このコーナーは同世代の私と矢田部さんが自分たちの青春というか一番熱い、熱かったピュアな心に今でも強く刻まれている楽曲について独断と偏見でちょっと語ってみようというコーナーです。今回は矢田部さんに玉手箱の元、はい、ミスターチルドレンさんの終わりなき旅という楽曲をお持ちいただきました。はい、佐々木さん、私たちね、はい、同年代で同い年ですから、そうですね、ミスターチルドレンと言ったらもう、本当にもうたくさん聞きましたね、はい、そうですね、もう日常に当たり前にある当たり前にあって、その中で私はこの終わりなき旅という、はい、楽曲を今日お持ちしたんですけど、はい、とてもですね、心に刻まれているのが、はい、まあ、人生は終わりなき旅だと、うん、で歌詞の中でですね、高ければ高い方が、はい、登った時気持ちいいもんだという歌詞があります、はい、あの頃はですね、はい、正直いい歌だなぐらいに思っていたんですが、はい、こう年を重ねるごとにこれがとても響いてくると言いますか、それは本当にそう思いますね、はいはい、やはりですね、経営をしていると
常に壁との戦いと言いますか、一つ越えたらまた次の壁があって、それが越えたらまた次があって、はい、まさに終わりなき旅だなということでですね、ミスターシルドレンさんはその頃から僕にこれを教えてくれたんだということで、はい、すごく今でもとてもこう助けになっている歌です。そうなんですね。もう私もこのミスターシルドレンさんの終わりなき旅っていうのが、そうだな、なんか小学校の時に朝にこう歌う、なんていうんですか、学校の中でとか、ね、はい、クラスの中で歌ったりしてたんですけど、はい、なので歌詞がもうがっつりもう心に刻み込まれてますね。本当ですね、はい、とてもね、はい、まあまだ限界だなんて認めちゃいないということでですね、はい、まあこういうふうな気持ちを持って、頑張っていけばきっとですね、ずっといいことが訪れていくんだろうと思う、はい、まあ、そういったね、ちょっと昔の考え方なのかどうか分かりませんが、はい、大好きな曲です。はい、ということでですね、はい、私たちのまあ青春の曲ということで、今回はミスターチルドレンさんの終わりなき旅を、はい、お選びいただきました、はい。改めまして、新番組ファントレタイム、担当は矢田部敦史と佐々木千明でお送りしております。続いてのコーナーはマーケティングラジオ講座のコーナー。このコーナーはこの番組をお聞きの皆様にショートショートセミナーという形で、マーケティングの基礎的知識や発想、我々の普段の生活から感じ取れるマーケティングについて、矢田部さんにワンポイントアドバイスをしていただきます。では矢田部さん、お願いします。はい、それではですね、はい、マーケティングについて改めてご説明したいと思いますが、はい、マーケティングとは、自然に商品やサービスが売れていく、そういった仕組みのことを言うのかなと、はい、私は思っております。自然に売れていくという、そうですね、一生懸命紹介して、はい、営業さんが売っていくのではなくてですね、向こうから見つけていただいて、探していただいて、商品が売れていく、そういった仕組みをマーケティングと呼んでいます。なるほど、はい、それでは今日はですね、はいはい、そういった、商品やサービスが売れ続けている、はい、いくためにはですね、はい、4つの方法が必要だということをお話ししていきたいと思います。はい、4つの方法、ちょっと気になりますね。はい、はい、この4つの方法を、知ってですね、自分が何をしたいのかということを明確にしていくことで、よりこういったマーケティングの精度といいますか、はい、売れやすい環境を作ることができると思っています。はい、はい、それでは4つの方法についてご紹介していきたいと思います。はい、お願いします。1つ目ですね、知ってもらう、自分たちや、はい、自社の商品サービスを知ってもらうコツのことを言います。1つ目、はい、2つ目はですね、知ってもらった人にお申し込みをしてもらうための方法のことを言います。ああ、なるほど、申し込みですね。はい、はい、3つ目ですね、これは1回お申し込み、もしくは購入してくださった方に、はい、もう1回購入してもらう、リピートしてもらう仕組みだと言います。はい、なるほど、はい、4つ目ですね、はい、リピートしてくださった方がですね、口コミをしてくださって、はい、他の人に紹介してくれたり、まあ、いろんな人にですね、広げてもらう、そういった仕掛けのことをですね、はい、言います。はい、この4つの方法はですね、はい、私がまあこれまでやってきた中で、必ずこれが揃っていないと、うん、商品が売れ続けるのは難しいんじゃないかということで挙げさせていただいております。なるほど、はい、ちょっと具体的にですね、はい、分かりやすくご説明していきたいと思うんですが、お願いします。例えば、何か商品やサービスを紹介するための動画を作ったことを考えてみましょう。あ、はい、PR の動画ということですよね。はい、はい、そうですね、 PR の動画を作るときですね、はい、この4つの方法に当てはめて、はい、4つの方法に当てはめて、その中でどれをやりたいんだよって明確にするとですね、はい、動画の作り方や内容や、置く場所が変わってくるんだよと。そうなんですか、はい、知らなかった。これをですね、考えていただきたい、はい、例えば紹介動画でですね、1つ目の方法、知ってもらうためのコツを入れるとする、はい、知ってもらうための動画はですね、これはもう配信する相手は自分に全く興味ない、自社に全く興味ない、商品を全く知らない人が相手なので、はい、長い動画は見ないんですね。逆に、はい、なので1分以内、もしくは30秒ぐらいの動画に、はい、そんなに短くて
いいんですかねっていうのもおかしいですけど、そんなに短いんですね。はい、知ってもらうために作るので、もうほんと長い説明はいらない、とにかく興味を持ってもらう動画になります。2つ目、はい、これがお申し込みをさせるための動画だった場合はですね、はい、これは何らか自社の商品やサービスに興味を持っているとか、友達が買ったことあるとかですね、はい、知り合いがおすすめしていたって状況なので、はい、ちょっと長めの3分から5分の動画を作ります。へー、ユーザーの方はもう興味のある状態なので、興味がある状態だと、ちょっと長めの動画をね、見せることができる、見てもらうことができると。なるほど。逆にもうね、興味持ってないとこの3分5分が長く感じてしまうということですもんね。そうですね。なるほど、はい、一度買った人向けには15分前後の長めの動画をお送りします。あ、そうなんですね、はい、やはりちょっとこう一回商品やサービスを買ってで満足をしている状態なので、はい、また満足できるかもしれないと思って見てくれるので、長めの動画を見てくれるということですね。あ、じゃあより詳細のところまでこうね知れたりしますもんね。はい、口コミや4つ目の口コミや紹介をしてもらうための動画は、15分以上の長い動画をお送りします。はい、これは口コミとか紹介をしてくれるぐらいなので、はい、とってももう自社のサービスのファンですね。あ、そうですね、大好きな状態の方に見せるので、うん、なるべく長い動画をじっくりしっかり見てもらう、その方が効果が上がってくるということが、言えると思います。なるほど。こんなにその、目的別というか、はい、本当にどういうふうにしたいかということによって、こんなにも動画だけでも、ね、分数が違かったりとか、はい、ね、畳みかけていくというか、はい、そうなんですね、あるんですね。島木さんがおっしゃっていただいた通り、はい、目的を明確にすることで、はい、こういった動画の長さも置く場所も、内容も変わってきます。これは、全てのですね、こういうお客様に売れるような仕組みを作るためにとても大事なことなので、はい、今日の4つの方法ですね、どれを目的にして自分が、やっていきたいのか、取り組んでいきたいのかということをですね、はい、考えていただけるととても効果が出やすいのではないかなと思います。なるほど。これね、これねっていうか、すごく、はい、私たちはもちろん消費者側の立場だったりするんですけれども、はい、本当に矢田部さんにも教えていただいたように、はい、ちょっと興味があるとかだったら、ある程度ちょっと 見ようかなってやっぱり気持ちになるんですよね、はい、でさらにちょっとファンになったものはさらにこの商品の何かを知りたいってやっぱ思っちゃって、長い動画見ようとか、どういうふうに使うんだろうとか、はい、ついついこう見ちゃうんですよね。 ありがとうございます。そうですね、インターネット上で商品を売るときは相手の顔が見えないから、はい、相手のことをね、考えるのが難しいんですが、はい、見えない分相手がどういう状況なんだろう、どういうものを欲しているんだろうってことをよく考えると、はい、こういった風にですね、相手にとって受け取りやすいものができるという。あ、そういうことだったんですね、はい、いやすごくね面白いなというふうに聞いておりました。ありがとうございます。ありがとうございます。今回もすごく勉強になりました。ありがとうございます。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。このコーナーをですねお聞きいただきまして、矢田部さんがおっしゃっておられたこのマーケティングというものの一端でも分かればいいなと私自身も思っておりますので、はいはい、皆さんもぜひぜひ次回もね楽しみにしていただきたいなと思っております。矢田部さん本当にとっても分かりやすいご説明ありがとうございました。以上マーケティングラジオ講座のコーナーでした。皆さんなんともうエンディングになってまいりました。このファントレタイムは毎月第2、第4水曜日夕方5時30分からお送りいたしておりますので、ぜひ皆さんお聞きいただきますようお願いいたします。矢田部さん今回いかがでしたか。はい、今回はですねマーケティング講座ということで、はい、私の考えるマーケティングの取り組みについてお話をさせていただきましたが、はい、やっぱりですね私もこう普段専門用語をたくさん使ってやってますので、はい、皆様になるべく分かりやすいようにご説明をしているつもりですが、もっともっとこう上手にお話しできるようになっていきたいなと改めて今日は思いました。いやでも本当にすごく勉強になるといいますか、私自身も本当にマーケティングってこう手につかめるものではないというか、はい、身近にあるものですけどなかなかこう何って聞かれたらとしかわからない部分ってすごくあるなって、はい、今ね今日の今回のねいろんなお話を伺っていて、うんうんうん、あそれがマーケティングだったかとね、またちょっとステップアップしたような、はい、はい、ぜひですね
ラジオをお聞きの皆さんにもですね、はい、こういったことが知りたいとか、もしかしたらこういうことはマーケティングではこうなんですかみたいな感じでですね、いろいろなご感想いただけたら、私の方ももっと勉強して分かりやすく伝えられるように頑張っていきたいなと、改めて、力が入りました力が入りました、はい、ありがとうございます。そうですね、なので番組ではお聞きの皆様のですね、ご感想ご意見どしどしとご応募といいますかお送りいただければと思います。メールアドレスお伝えしますね。 info@plus-vox.com info@plus-vox.com ファントレタイム、アルファベット大文字で FUNTRETIME でファントレタイムでお待ちしております、はい、はい。それではファントレタイム、またお耳にかかりましょう。皆様のお相手は矢田部敦史と佐々木千秋でした。最後までお聞きいただきましてありがとうございました。